任せとけ。誰にも負けないわ。俺に任せとけ。準備は万全よ。私調子いいんだ。いつでもどうぞ。調子ならいいわよ。任せてちょうだい。任せて任せて。ねえねえ、カチュウ姉様。なに、エスト。これ、うちのお店の商品なんだけど、姉様にどうかなって思って。何よ、これ、お守り？そうなの。竜が3000年抱いて寝ていた石でできてるんだって。願いが何でも叶うらしいよ。3000年って、おかしいと思いなさいよ。大体そうだとしても、結局ただの石じゃない。あれ？ああ、そっか。はあ、調子いいぜ。私に任せてよ。はいはい、任せて。ぶっ倒してやるよ。
俺にかかればこれくらい朝飯前よ。念願のミラノ神殿にたどり着いたセリカたち。しかしそこで目にしたものは、ありし日の面影もない変わり果てた神殿の姿であった。あれはリゲル軍。ミラ様の神殿がすでにリゲルの手に落ちていたというの？ミラ様はどうされてるんでしょうか。まさか。みんな早く中へ。ミラ様のご無事を確かめないと。あなたは？わしはドーマ教団の祈祷師ミカエラ。ミラの還元にすがる愚か者どもにドーマ様の偉大さを教えてやろうぞ。さあわしのガーゴイルの餌食となるがいい。みんな気をつけて。あの人は祈祷師だわ。魔物を召喚する気よ。お互いあまり離れずに守りながら行きましょう。私に任せてよ。いつでもどうぞ。私調子いいんだ。俺に任せとけ。誰にも負けないわ。準備は万全よ。うん、絶好調。調子いいぜ。はいはい、任せて。調子ならいいわよ。ぶっ倒してやるよ。おう、任せとけ。任せてちょうだい。任せて任せて。
余裕だよ。鍛錬の賜物ね。えい、はっ。ごめんなさいね。次も頼むわよ。俺も楽ができるぜ。お、やるじゃない。一言で言えないわよ。優しくてたくましくて大人で、でも少年のように純粋なところもあって、私の言うこと聞いてくれるけど、いざとなったら引っ張ってくれる人かしら。うわ、いるわけね。いるわよ、兄貴がそうだもん。いや、絶対違うって。
俺役に立てたか。なんだ？なめてんのか？なめんじゃねえ！くたばれ！なんかやるだろ。調子はどう？パオラ姉様、うん、バッチリだよ。そう、よかったわ。でも無理をしてはダメよ。私やガチュアと違ってあなたはしばらく戦っていなかったのだから。そんなの全然平気だって。もう姉様ってば心配性なんだから。そうかしら。大丈夫大丈夫、任せて。ああ、エスト、まったく、すぐ調子に乗るんだから。力任せじゃかっこ悪いよね。パオラ姉様。あら、何？ガチは。私ね、思ったのだけど、ここに来たのは確かに成り行きだわ。でもセリカやみんなはとても気持ちのいい人たちだし、バレンシアの文化もなかなか興味深いと思うの。もっと楽しんでもいいんじゃないかしら。ガチは、まあ、あなたにしては珍しいことを言うわね。そうかしら。私に気を使ってくれたんでしょ。でもそうね、あなたの言う通りだわ。どこにいても喜びを見つける気持ちを忘れないようにしなくちゃね。ええ、私も姉様が笑顔でいてくれた方が嬉しいわ。価値は、ありがとう。生き残るのは私よ。ああ、いいぜ。ありがとうよ。ぶっ倒してやるよ。
兄貴。なんだ。今さら気なんて使わないけど、兄貴はさ、家族みんないなくなっちゃったんでしょ。まあそうだな。なのに世の中のために戦ってて偉いよね。神官様に恩があるとはいえさ、普通はどうでもよくなっちゃうよ。まあそうかもしれんが、確かにとんでもなく辛いことはあったさ。でもそれまではとんでもなく幸せだったんだ。だからそんなに不釣り合いってわけでもねえんじゃないかって。とにかく敵も撃ったし、これ以上何かを恨むつもりはねえよ。兄貴。Thank you.
ちゃダメよ。いつもこうだと助かるんだけどな。勝ったわ。でもミラ様の神殿、きっと素敵なところだろうなって楽しみにしてたのに。ミラ様、本当にここにいらっしゃるんでしょうか。わからないわ。とにかく奥へ行きましょう。何があったのかこの目で確かめないと。君がソフィアの港を出ていくのをつけていく奴らがいたからさ、俺はそいつらをつけてきたってわけ。思った通りだったよ。そうだったのですか。全然気づきませんでした。旅には慣れているつもりだったのですが、油断してはいけませんね。それでシルク、君はどこを目指して旅をしているんだい？はい、私はあるものを届けにラムの村に行かなければならないんです。ラムの村ってあの南の端の？こっちは逆方向だよ。あ、そうでしたか。盗賊から逃げ回っているうちにわからなくなってしまって。じゃあソフィアの港まで送るよ。また盗賊に捕まったら大変だしね。本当ですか。ありがとうございます。でもどうしてそこまで親切にしてくださるんです？え？どうしてって…そりゃ可愛い女の子の前ではいい格好したいじゃない？まあ…っていう不純な動機だからさ、君を気にしないで世話になっちゃえばいいんだよ。そうですか。ではお言葉に甘えます。そうそう、その調子。ジェシーさんに、ミラ様のご加護がたくさんたくさんありますように。ん？何が言った？いいえ、何も。ドゼー様、スレイダーです。ただいま参りました。来たか、スレイダー。はっ、このような場所に呼び出されるとは、一体何のご用でしょう？聞かれてはまずい話なのでな。
万が一ということもある。お前に一つ内密に頼みたいことがあるのだ。離宮に暮らすコンラート王子とアンテーゼ王子、この二人を始末しろ。え、王子と王女を暗殺？見事成し遂げた暁にはお前をわしの右腕として引き立ててやってもよい。どうだ、悪い話ではなかろう。はあ、あの噂には聞いていましたが、今までの王子や王女の死もやはりドゼー様が。そうだ、その通りだ。あの無能なリマ四世の血など後世に残す必要はない。ソフィアを滑るにふさわしいのはこのわしなのだ。そうは思わんか、スレイダー。はい、それはもうおっしゃる通りでございます。しかしですね、リマ四世はこの国の始祖ミラの血を継いでおります。いかに無能といえど、それを絶やしては女神の怒りに触れる恐れが。ミラだと？あんな化け物、なんということもない。今となっては神殿でまどろんでいるだけではないか。神の顔色を伺いながら生きる時代は終わったのだ。これからこのソフィア王国はわしがこの手でこの意志で動かす。さすがドゼー様、そういうことでしたらこのスレイダー喜んでお手伝いいたしましょう。結婚は明後日だ。王が祭事でミラの神殿に出向くため城の警備が手薄になる。王子と王女だけではない、あの離宮にいる者は全て始末しろ。よいな。はが支配しています。彼はドーマ教団の大祈祷師で死霊を呼び寄せるんですって。足を踏み入れた者は頭から食われてしまうとか。誰もいないぞ。そのミラ様ってのはどこにいる？そんな、どうして神殿にミラ様がいらっしゃらないの？あ、アンテーゼ様、イルマ、これはどういうこと？申し訳ありません、アンテーゼ様。私が囚われていた数年間の間に神殿がリゲル軍に襲撃されたのです。ミラ様は連れ去られ、アンテーゼ様のサークレットも略奪に遭い、もうここにはないと。ミラ様がリゲルに連れ去られた？それは確かなのですか？はい、ルドルフ皇帝が直々に乗り込み、ミラ様のお力を封印し、イズコカへ連れ去ったそうです。ルドルフ皇帝が。you
ル皇帝が我がソフィアで何を企んでいるのです。王の牙。この剣の意味するところをミラ様であればわからぬはずもありますまい。己、己、我らが盟約を破るか。どうまめ。どうすんだよ。この神殿にさえ来ればなんとかなるんじゃなかったのか。だからそれはミラ様がいた場合の話だろ。俺たちだってまさかいないとは思ってなかったよ。でもこれで大地が枯れた理由は分かったね。ミラ様の恵みがなくなっちゃったんだ。これからどうします、セリカ様。そんなの決まっているわ。ミラ様を取り戻しに行きましょう。取り戻すってどこに、どうやって。さあ、でもリゲル軍に連れ去られたのならリゲルにいらっしゃると思うわ。ちょうどここはリゲルとソフィアの国境よ。このままリゲルに渡りましょう。でもリゲルに渡って戦うなんて、今までの盗賊や海賊相手とはわけが違いますよ。もっと慎重に考えた方がいいんじゃ。考えたって答えは変わらないわ。ねえみんな思い出して、私たち何度も無理だと言われたことを成し遂げてきたじゃない。もっと自分たちの力を信じましょう。私たちならきっとミラ様を取り戻せるわ。この混乱に満ちた世界を救えるのはミラ様しかいないのよ。違うな。あなた。それはお前だ、セリカ。いや、王女アンテーゼ。なぜそれを。お前に渡すものがある。それはリプリカ様のサークレット。何ですって。なぜあなたがそれを持っているのです。今はそれを問うべき時ではない、セリカ。お前はこれを受け取る意思はあるのか。それはどういう意味でしょう。これはただの母の形見などではない。お前はソフィアの王女としてこの王冠を頭上にいただく覚悟はあるのか。私には国や世界やそんな大きなことは分かりません。でもここにいるみんな、そしてここにはいない大切な人を守りたい。他の誰でもない私の意志で、私自身の幸福のために、これは覚悟にはなりませんか。十分だ。ではこれを、王女アンテーゼ。はい。知れないけれど、それでもみんな私についてきてくれるかしら。しょうがねえな。誓ってやるよ、お嬢ちゃん。いや、王女安定ぜ、我らの変わらぬ忠誠を。
あなたに。みんな、ありがとう。ミラはドーマ教団の司祭、ジュダの手によって、教団の拠点であるドーマの塔へ連れ去られたらしい。ドーマの塔ですか？そこにミラ様が。リゲルに渡るのなら、賢者の里に住むハルク殿を訪ねるといい。きっと力になってくれるだろう。はい、ありがとうございます。なんかもう正体尋ねる気にもなりませんね。悪い人ではないし、私を思ってくれているわ。それで十分よ。でもなぜかしら、何か懐かしい気持ちがしたのだけれど。ルドルフはミラ様を連れ去るため聖剣ファルシオンでお力を封じました。おそらく邪神ドーマがルドルフに与えたものでしょう。ドーマの塔へ行けばミラ様を救えるかもしれませんが、神竜であるドーマを倒すことはファルシオンでなければ不可能です。お城の人に聞いたのですが、生まれたアンテーゼ様を見て、リプリカ様は決してミラ様にはお会いさせぬよう言われたそうです。あれはどういう意味だったのでしょう。まさしくソフィア王家の紋章では、あなたが行方知れずだったアンテーゼ王女様でございますか。生きてお目にかかれるとは思ってもおりませんでした。ああ、水門でございますか。はい、今すぐ仰せの通りに。しかしアンテーゼ様、こちらの水門を開けただけでは水は流れません。西の水門も同時に開かなければならんのですじゃ。西の水門、それならばきっと大丈夫です。え、何か心当たりでも。アルムがこんな事態を放っておくわけがないもの。きっと水門を開けてくれます。そうでしょ、アルム。水門も開いたことだし、早速こちらも開くとしよう。しかし妙だな、ミラの神殿の水門を開けるのはソフィア王家のものだけなんだが、
こりゃ生きてるって噂のアンテーゼ王女が現れたのかなんてな。アンテーゼ、水門を開ける。ソフィア王家のもの。そうか、セリカ、君が。アルムとセリカの働きによりソフィア水没の危機は免れた。セリカは自分の運命を受け入れ、ソフィア王女として生きることを誓う。一方、セリカが王女アンテーゼだと知ったアルムは、ソフィアをリゲルの手から守る決意を一人胸の内で新たにした。しかし聖魂を持つ運命の子である二人に邪悪の手は再び迫りつつあった。おお、水門が開きおったか。これは行幸。あの小娘は必ずミラを追ってやってくる。自らこちらの懐に来ようというのなら拒むゆえもない。どれ、わしが直々に出迎えてやるか。少しいいか、アルム。クレーベ、新書の返事が来たのかい？残念ながら、もう諦めた方が賢明だろう。これは、リゲル帝国の無言の回答だ。皇帝ルドルフは、停戦の交渉に応じる気は一切ない。ソフィアへの侵略を続けるつもりだ。そうか。兵たちもそろそろ限界だろう。何しろ、リゲルはソフィアに比べて、随分と気温が低い。これ以上ここで待たせても無駄に消耗するだけだ。分かったよ、クレーベン。出発しよう。ではそのように皆に伝えてこよう。いよいよリゲル帝国領に進軍だとな。僕は一体どこまで行くんだろう。おお、アルム、聞いたぜ。とうとう出発だってな。ああ、ここからはリゲル領だ。今まで以上に気を引き締めていかないと。おいおい、何辛気臭い顔してんだよ。ま、どーんと任せとけって。俺たちだってラムの村にいた頃とは違うんだぜ。はあ、俺が華麗に活躍したらクレアが惚れちまうかもな。ロビンが泣いて村に帰るっつったらどうするよ。それは困るな。ありがとう、グレイ。期待してるよ。お、それにしてもリゲルってのは風の冷たいところだな。戦う前に心が折れそうだぜ。え、そうかな。お前平気なのかよ。すげえな。平気っていうか、なんだろう、僕はこの空気を知っている気がする。は、なんだそりゃ。気がするだけだよ。さあ、行こう。
セリカ、無事じゃったか。ノーマ様、こんなところで一体どうなさったのです？いや、やはりお前が心配でのここまで追いかけてきたのじゃが、何分広い神殿でのうっかり迷ってしまったのじゃまあそれはご無事で何よりでした。うん、どうじゃセリカ、これからはわしも一緒に行ってやろう。進撃準備が整いました。報告によると、この先の森にリゲル軍が待ち構えています。指揮官はあのベルクト将軍だそうです。ベルクト将軍、さすが国境の守りは万全ってことか。ええ、でも行くしかありません。ああ、待ちかねたぞアルム。ベルクト、ほう、なかなかの兵の数だな。よっせ集めの解放軍ごときが随分と立派になったものだだが少々思い上がりが過ぎるようだな。このリゲルの血を犯そうなどと、決戦の輩がソフィアの王にでもなったつもりか。身の程を知るがいい。
違う。クレーメン、私はずっとそばでアルムの行いを見てきた。彼は私たちの王にふさわしい勇敢で寛大な戦士だ。私はやっと気づいたのだ。王となる資格は生まれで決まるものではない。何を思い、何を憂い、そして何を行うかで決まるのだ。クレーメン、貴様、ソフィア貴族の誇りを捨て平民に屈するというのか。もう貴様は俺の知るクレーメンではない。ここで叩き切ってくる。準備が整いました。わかった。アルム様。あ、いや、大丈夫だ。みんな行こう。皇帝ルドルフを倒し、この戦いを終わらせるために、そしてソフィアを守るために。ソフィアのために。突撃だ！動きました。ふん。迎え撃て！奴らに逃げるの大地を踏ませるな！マチルダ、また君と肩を並べて戦えるなんて夢のようだよ。私もだ、クレーベ。久しぶりすぎてなんだか落ち着かないな。手元が狂ってしまいそうだ。それは困るな。大丈夫だ。私はもう君のそばを離れない。だから戦う君の美しい姿を存分に見せてくれないか。あ、クレーベ、お前が見守っていてくれるのならこんなに心強いことはない。ああ、頼んだぞ。よっしゃ、いつでも来い。任せてよ。私頑張るね。いつでもどうぞ。お任せください。言ってやってもいいぜ。負ける気がしませんわ。余裕だな。神のご加護を感じます。よっしゃ、任せろ。ロビン。おお、そっちから来るとは思わなかったぜ。どうせ声かけてくるんでしょ。もういいよ。これだけ言われて怒りもしないんだから。ロビンって本当お人よしだね。そうか？自分じゃよくわからねえよ。僕はそんな風にできないよ。いろんなことに腹が立つし、いろんなことが嫌でしょうがない。だからロビンを見ると惨めで腹が立つのかな。
そんなの、俺だって嫌なもんはいっぱいあるぜ。ただお前は友達だから嫌じゃないってだけでさ。そうなの？そうだよ、大して変わりゃしねって。ま、人って自分よりよく見えるもんだよな。俺もアルムとかグレイとか見てると落ち込んだりするぜ。いや、それは正しいんじゃない？おい！ごめん。よし、行こう。任せたまえ。
た修行の身だよ。一段と力がついたのを感じるな。しゃあ、いつでも来い。強い男っていいだろう。かっこよく決めたいぜ。できるんだよ。悔しいでしょ。気のせいかな。道はまだ遠い。消えろ。俺を甘く見ないことだ。おしまいだ。せやっ。
その姿が私の憧れなんだ。これでも食らう？俺も死ぬのは嫌なんで。くんで目立っちゃってさ。いつにも増して頭が冴えている。
ソフィアの面汚しどもめ、ここで果てるがいい。ひざまずきなさい。セアン、なぜだ、なぜ俺がこんな奴らに勝てぬのだ。我々にふさわしい完璧な勝利だな。くそ、ベルクト、君は強い、それは認めるよ。だからこそ今ここで君を撃つ。まさかこれに頼ることになろうとはな。ドーマの術が消えただと？貴様、一体何をした？わからない。ただ、大切な人に祈っただけだよ。何を甘いこと。お前のような奴に、この俺が！ベルクト様、術は破られましたが、奴らに追撃する力はありません。この隙に撤退するのです。フェルナン、しかし、命あればこそ皇帝陛下への申し開きもできましょう。さあ、お早く。あれがドーマの力だというのか。あのようなものを用いたとて何の誇りも持てぬではないか。リゲル帝国、いやドーマ教団は何をするつもりなのだ。行っちまった。いいのか、アルム。ああ、これ以上追ってもお互い消耗するだけだ。しかしすげえよな、さっきの。アルム、どうやったんだ？僕にもわからないんだ。夢中でセリカのお守りに祈っただけで。だからきっとセリカが助けてくれたんだよ。ふーん。じゃあ今度会ったらお礼言わなきゃな。幼い頃からただ強くなることだけを求めてきた。
それが俺の高貴なものとしての義務だと、そう教えられてきたんだ。父上にも母上にも、その俺が寄せ集めの平民どもに負けるなどあっていいものか。あの世の卑劣な奴の手まで借りたというのに、俺はまだ甘いというのか。我を求めよ。力を欲する者よ、我を求めるがいい。なんだこの声は。誰だ貴様は。ベルクト様、どうなさったのですか。お前には聞